だからなんだし。お気になさらず。いや、責任を取らせてくれ。そんなできちゃった婚みたいなセリフはどうでもいい。ただ私は、ひよくんが私のためにだけ作る、私への愛の手料理が食べたい。残念ですわ。私、春次さんがおっしゃっている料理のレシピを存じ上げませんの。あ、みな、私の余り物でよかったら、一緒に食わせてやってもいいぞ。幸福のお裾分けだ。今日は強いね、春次ちゃん。人間の貪欲さは恐ろしい。快楽にもいつしかなれ、より強い刺激を求めるようになるのだからな。つまり？もっともっと、ひどい言葉でなじってくれ、ひよくん。この場合は、おまわりさんかな、お医者さんかな。どっちかっていうと、変なのに取り憑かれてる気がするから、坊さん呼ぼうぜ。さあ、どうぞ皆様、お召し上がりくださいませ。いただきます。いただきます。うまい！ああ、さすがはひよくん。おいしいねー、おいしいねー。ありがとうございます。そういえば昨日、なんだかおかしな夢を見た気がするな。笹丸ちゃん、今朝方寝言を言ってたね。なんて言ってた？春次の触覚が取り外し蚊になってる。どんな夢を見てたんだ。そんな悪夢だったかな。昔の夢だったような気がするけど。今さりげに私が出てくる夢を悪夢と言い放ったな。そうだ、思い出した。聞いたかい？あれが知識人だそうだよ。まったく、愚かな大人だね。そう言ってやるなよ。大人が愚かなのは今に始まったことじゃない。彼らは、ゆとりゆとりと僕らを卑下することで安心したいだけなのだから。己が子供とは違うと思い込むことによって、自らの世代で社会を正せなかった言い訳をしているんだ。潜在的にスケープゴートを探しているのかな。それはちょっと違うかな。彼らは彼らで必死に生き、社会に貢献してきたんだ。しかし、その価値を認めてくれる者がいなかった。
牢が報われなかったんだね。たった一言で救われたはずなのに、誰もが自分たちだけで精一杯で、他人を認め、その言葉を言い合える余裕がなかった。そういう時代に生きてきたのさ。なるほど。だから自分で自分を褒めるしかなかったのか。そう。ゆとりという言葉が髭として用いられたのはそのためさ。自らの優位性を保つため。確かにそれもあるかもしれない。しかし本質としては、己の行動に価値を見出すために架空の…おっと、いけないいけない。つい興奮してしまった。僕としたことが…たまには熱くなることも必要だよ。でも大人たちのことは許してあげないといけないね。彼らが生きてきた奇跡の上に、僕らは今こうして立っているのだから。そうだね。彼らのちっぽけなプライドを満足させる対象になるくらいの解消は持っていないと。それで彼らが笑顔で明日を生きていけるなら、この程度の屈辱、安いものじゃないか。反省しないといけない。僕はお父さんもお母さんも大好きなんだ。僕だってそうさ。彼らを愛している。さあ、僕の家に行ってゲームをしよう。今日は負けないぞ。僕だって。という夢をだな。なんて深い夢を見てるんだ。しかも実話か。最近の子供ってすごいんだね。そうそう。それで最後は悪夢になったんだ。結局悪夢じゃないか。触覚をブーメランみたいに投げてくる怪人に追っかけ回されて。はっはっは。なあ、笹丸くん、ちょっと手に風穴開けてみる気はないか。どんな誘い文句だそれ。大丈夫大丈夫。ちょっとシャレにならないほど痛くて甚大な後遺症が残るだけだって。お前とヒヨがそう並んで座ってると、怪我をさせる側と治療をする側とがセットで並んでるように見えてくるんだ。またそうやってうまい具合にヒヨ君に手当てしてもらおうとする。手当てでなんとかなるレベルなのかそれ。でも今のこの状況にヒヨちゃんってぴったりな気がするね。ヒヨちゃんの姿がみんなを救ってるんだよ。うむ、病気といえば看護だ。ヒヨ君の独断病だな。あ、でも逆にみんなはまた病気をまき散らしに来たと思っちゃうかな。荒木くん、よろしいんですのよ。クソ。そういや、ヒヨは割と平気そうだな。
もしかして自分だけ特効薬とか持ってるんじゃん。俺たちがうろたえる様を見て楽しんでるんじゃないのか。バカ野郎、考えていいことと悪いことがある。旦那さん。あ、わ、悪い。何してるんだろうな、俺。誰もが同じだ。だからみんな気にするな。ああ、みんな一緒だ。ええ、皆様気持ちは一緒ですから、誰も気になどいたしません。そういえば、ひよちゃんは少し症状が軽そうだね。よかった。日頃の行いの賜物だ。やはり善行は積み重ねておくものだ。でもひよちゃんったらさ、私が身を引いたと思ってちょっと調子に乗ってるよね。はいはい、ささまるちゃんはあなたのものですよ。ヘラヘラ笑ってるの、ひよちゃん。やれやれ、どこまで良い子ちゃんでいれば気が済むんだ君は。気持ち悪いな君は。ごめん。私だけは耐えなくては。だから、私だけはこの病に屈してはならない。
そうだ。耐えろ。アララギ、アララギ、耐えていたことに気づかなかった。こんなに追い込まれるほど我慢してたんだって気づいてやれなかった。ささまるちゃん、謝ることじゃないよ。みんな条件は一緒。みんな我慢してる。みんな耐えてるんだよ。私だけこんな。俺にとってお前は大切な人だ。かけがえのない仲間だ。だからごめん。気づいてやれなくてごめん。支えてやれなくてごめん。俺たちは仲間じゃないか。みんなで補い合えばいいんだ。補う。お前が間違ったことを言ったら、俺が止めてやればいい。だから、俺が間違ったら、お前が止めてくれ。俺と、お前と、ヒヨと、ハルツゲと、俺たち4人、そうやって補い合えばいいんだ。仲間って、そういうものだろ。俺たちは、こんな状況に陥る前から、俺たち一人一人じゃどうにもならないことをどうにかしてくれる、かけがえのないものを持っているんだ。大丈夫。そうだよね。私たちは仕返しだもんね。そうだ。俺たちは仕返しだからな。
踊ろう。嘘なんかついてねえよ。あ、いや、なんでも。ついてねえったら。ヒヨ。ヒヨちゃん。ごめんなさい。私も、荒良木さんをお探しに。その、さっきのは、泣いちゃった私を慰めようとしてくれただけで。何のことですの？ヒヨ。何でもございませんわ。朝食、温め直しますわね。しっかり冷めて。おい、ヒヨ。間違えるな、笹丸。俺は知っている。一度間違ったんだ、笹丸。お前はもう学んでいるよな。当たり前だろ。俺を誰だと思ってる。そうだ、できると思う。俺の彼女たちへの思いがあれば。ヒヨ！俺はバカだ。
女だけが病気に負けなかった。湧き上がってくるドス黒い衝動に抵抗した時の痛みだ。ヒヨはずっとあの痛みに苛まれていたんだ。ヒヨが一番軽度みたいだなんて。でもヒヨは生徒会だからきっと抜け道を。ヒヨ、よかった。気がついたんだな。泣いてらっしゃったのですか。いやいや、ごめんな。